トミー・サム。子供たちのための数え歌、か。出会った頃は宝石そのものだが、時が経てば忘れられる。大人のポケットには穴が開くものだ。だがまあ、無意味ではない。一戦にもならんが価値はある。子供の頃の思い出とは、そういうものだろ 舌切り鈴鹿なんだそれは。読ませてみろ。はっ <laughs> どこの国でもネタは同じだな。しかし、この海外しいスズメの親父と恩を返す鶴の話はいい。執筆するならこの親父、仕事するならこの精神。執筆中に作家の顔を見たがる編集は全てを失うのだ覚えておけ BB を名乗る人工魔がいるようだな。どうにも俺は、奴とそれなりに因縁があるらしい。月を焦がした蝶、か。だが、それは別の場所に召喚された、別の俺の話だろうさ。BB から派生した、アルターエゴどももいるのか。 物好きもほどほどにしておけ。と言いたいところだが、気持ちはわかる。あれらはあれらで面白い。若者たるもの、フェチズムの一つくらい持っていろキングプロテアああ。とにかく目につく、とにかくイライラするので叱りつけることが多いが、それがどうした不思議か 実は俺も不思議なんだ。責任感というやつかそういうものを感じている。何か因縁があったのかもだが、お前、知っているか月を飲んだ女か。最低最悪の女だが、題材としては申し分あるまい。だが、 それはカルデアの俺が綴る物語ではないそれは特殊事例の中にいた俺とその女だけの物語だろうよやめろ笑い殺す気か人魚に憧れて人魚の群れを食らう女がどこにいる俺とは全く関わりのない女だがここまで行くとさすがにおひねりを投げたくなるな しかもなんだ魔法少女ブはははははハ,ッハ,ッハ,ッハ根が荒れにしても限度があるぞ。なあ、葛飾北斎。いや、お A さんかあの切符のいい絵にはならんが話にすれば際立つこと間違いなしの美女がいるだろう。今度、なんとか二人きりになれるよう手配をしてくれないか 極定馬金を紹介してくれ。平安の物書きまで召喚されるとはいよいよここも煮詰まってきたな。悪くない。しかし、<laughs> カオルッチとナギコさんと来たか。高め合える友人がいたとは驚きだ。近くに創作仲間がいたのは、 少しだけ羨ましい。 物好きどもめ、地獄へ落ちろ。メリーバッドエンド、だな。童話とはこういうものだ。どこへ行く、ドリアーで。脱行すなわち解放の時目も当てられんダサくぶりだなち、さよなき鳥。 まったく女という奴は、氷姫。親指姫。ー親指姫まあ、お呼びですかたく違うカーレン。赤い靴だはい、ここに。せめてシューズにしろ歌声は、風になったということだ。 アンデルセン SSR! いい時代だ。資料集めにはことかかん。損なうたびに思い出すがいい。メルヘンマイネスレーベンス